エラルド・デ・アラゴンはスペイン語による日刊誌。スペインのアラゴン州サラゴサ県サラゴサで発行されている。2011年の発行部数は4万4千部日。サラゴサの本社エラルド・デ・アラゴン紙は1895年9月20日に創刊された。1936年から1939年のスペイン内戦中も発行を維持し続けている。 1984年から1987年には月曜日に発行していたオハデルルネスの代わりにエラルドデルルネスを発行した。1988年には新フォーマットに切り替えた。1992年には姉妹子としてエラルドデウエスカの発行を開始。1995年には創刊100周年を迎えデジタル版を開始した。2003年には ヨーロッパ新聞賞の地方紙部門を受賞した。2005年には、格月市、ラマギアデビアハル・ポル・アラゴンの発行を開始。2015年には、創刊120周年を迎えた。同年には、エラルドグループが無料紙の20ミヌートスを参加に収めた。所有者は、エラルドで、アラゴン株式会社であり、この企業は、エラルドでソリア・カミヤ、ケ、アラゴン氏も所有している。 発行者は、クバコメット出版である。ブランケット版で発行される。アラゴン州の州都であるサラゴサに拠点を置いており、アラゴン州を構成するウエスカ県、サラゴサ県、テルエル県の3県に対して発行している。アラゴン州では最も販売部数の多く、最も重要な新聞である。1993年の販売部数は58,401部、日だった。 2008年の販売部数は53,087部、日だった。2009から10年度の販売部数は48,615部、日だった。2011年の販売部数は4 4 0 0部、日だった。ありがとうございます。